皆さんこんばんは。バカな動画アップするサイチャンネルのさゆです。今日はこちらこれイロハウスから出たねメロンクリームソーダ出していきたいと思います。ちょっと開けてみますね。いや、これ前から買っといたんですけど動画出すのちょっとね遅れちゃったんですね。もう皆さん知ってると思います。お、メロンクリームソーダ、はいはい、うん、なんかあ、メロンの味もしますね。クリームソーダとクリームの感じはしない。うん、ちょっとこう炭酸が強いですね。意外と炭酸が強いです。でもメロンの味がするし、クリームソーダのクリームは感じはしないメロンソーダって感じですね。うん、まあサイダーにちょっと、うん、炭酸系が強い感じですね。わあ、もっとこうもっと炭酸がそんなに強くないと思ったで、イロハウスから出たんですね、うん、これ前からあって買ってきて1週間ぐらい前にその日に出そうと思って、でそれでぎっくり腰にちょっとなっちゃって、それからちょっと体調も悪くなっちゃって花粉症かなんかで、うん、ちょっとね、うん、鼻もズルズル、ちょっと今はねお薬飲んで、うん、抑えております、うん、でも去年まではそんなに花粉症じゃなかったんですよ。今年からちょっとなっちゃって鼻がズルズル、くしゃみはね、うん、出るし、目もちょっと痒い感じですね。で今日はちょっと髪の毛落ち着いていますかね。っていうところで私ちょっとねダイエットをねしていきたいと思いまして、うん、ちょっとまたこれ1年前の動画にもあります、ノーカット51歳、ね、そちらもねちょっとやっていきます。またちょっと短パン履いてこの服着てまたやりたいと思います。あの1年前と今年とどんな風に、でもあれあの時の動画も結構ちょっと太ったなと思ってダイエットをしようと思ってしてたんですけど、ちょっと仕事の方が忙しくなっちゃってダイエットどころじゃなくなって、ダイエットほどの仕事のがもうこう結構大変だったんですよ。それで、うん、ダイエットしなくてももう体重がどん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 減ってって、最終的にはあの時から3キロ4キロ下ったのかな、うんうん、だから今年はダイエット、うん、動画をちょっと出して、うん、まあ毎日はちょっと出せないけども3日に1回とか出していきたいと思います。それでは今日はこちら、うん、飲んできますね。こちらこちら、あ、ちょっと見えない、こちらですね、メロンクリームソーダ、うん、かなり炭酸が強い、薄い味って言えば薄い味だけども結構炭酸が強いので、ちょっと私はこれ好きです。子供がねさっきこれ飲んだんですよ、うん、もう1本買っていたので2本買っていたんですね、うん、値段はいくらだったかな、150円前後、またちょっと調べて出しておきますね。ダメですよ、ここに登ってますよこの子がね、ダメです、ベル君ダメですよ、もうここにこういますよ、ここにこの子たちも、この子たちいます。あ、ちょっとここ掃除機が映ってますけどね、ひめちゃん、後からひめちゃんもねおまけで出てきます。いたずらね、いたずらの子なんですよこの子が、見えるかな、ひめちゃんね、こっちがベル君、はい、今日はちょっと雑談になっちゃいましたね。こちらのねイロハウスメロンクリームソーダ味、まあでもメロンの味はするし、まあちょっとクリームの味はしない、メロンソーダっぽい感じですね。でも美味しいです。じゃあ今日の動画が良かったらグッドボタンを押してくださいよ。それではチャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。
今日ちょっと眠いです。